まあ、前も渡してると思うんですけど、うん、これですね、はい、でも何かっていうと木の油です、うん、でオーストラリアの原住民の人がね、うん、なんか傷とか、うん、皮膚炎とかにつけて治してたと、うん、それをまあアメリカの先生が見て持ち帰って使うと結構いいんじゃないということで、うん、出てきたのがティーツリーオイルですのスプレータイプで、またこんなでかいのじゃなくて 100cc の小分けして、はい、でティーツリーオイルって書いて渡しますね、はい、前の出したのはコンディショナーね、それはこちらですね、はい、だからまあウサギさんは洗ったりはしないと思うが、お前スプレーでやったってくださいね、ここのところね、わかりました。じゃあこれ、ありがとうございます。これとエルスプレー、はい、じゃあ避妊手術の概算、あと去勢手術の概算、はい、検査と概算をね出しときますので、はい、ちょっとそれで検討してみてください。これどっちがどっちやっても変わりはないですか？変わりがないっていうかどっちがいいとかってある？どっちがいいっていうのは別に特にない。ただあの要は避妊手術はあと外線出るけど、はい、結構料金します、女性の方が簡単だから料金はリーズナブルかなと思います、はい、そのことだけですね、でやっといた方が一般飼育で繁殖に使わないんだったら、うん、将来の病気は絶対予防できる。男の子去勢したればやっぱ抗がんの腫瘍とか年取ってくると女の子多いんですよ、はい、結構悪性です、うん、から女の子の場合はやっぱ子宮の腫瘍、卵巣の腫瘍と、あと子宮の病気が年取るとなる、運が悪い子はなる。あのしとくと、しとくと当然予防になると思う。予防になりますね。だからこのこれに向けてくるぐらいだからさ、あ、なんかもういただいたやつ、うん、これねさ、病気のことがどっかに書いてあると思うんですけど、そうし結構腫瘍が多いんだよね、乳がん、はい、これは男の子ね、それからあと子宮頸がん、はい、うん、からがんじゃなくて子宮内膜症のひどいやつになる子もいます。だからただまあ絶対なるもんじゃないんで、運が悪い子ですよね、これなるのは。長生きしてる子、はい、長生きすると結構あなりやすいってことです。なりやすい、わかりました。これはもらいました、前。あ、はい、いただきました。ということです。まあだからそういうことで、まあ一応ちょっとご検討ください、はい、何歳までいいとかってあるんですか？若いうちがいい。若いうち予防でやるんだったら1歳半までがいいです、できれば。あ、じゃあギリギリです。そうだから、あのちょっとさんはもうギリギリです。はい、ちょっとじゃあならなるべく早く、はい、で、マスオちゃんはまだ1年、あ、じゃあないか、うん、この子の方が上か、と。あ、そうです、そうです、マスさんの方が上なので、うん、はい、そういうことですね。わかりました、ありがとうございます。はい、すみません。